皆さんこんにちは、エフェボーチャンネルです。いつもエフェボーへの投稿、エフェボーチャンネルのご視聴誠にありがとうございます。さて今回はこちら、じゃじゃん、京都福知山市の伊藤お菓子さんからですね、数年ぶりに投稿しますということでね、とっても嬉しい投稿でございます。感謝いたします。で、過去のボードをね見ましたらですね、スイッチャーは同じようなんですけれどもね、もうエフェクターの構成がもう全く、変わってしまったっていう感じですね。で、特に今回注目いただきたいのがベムラムと国産のオーバルトーンですね。まずベムラムの方はつい数日前ですね、10月1日にね、新たなマイケル・ランドゥさんとの、コラボレーション、の歪みが出るというリリースで、日本でいつ出るんですかね。それから国産のオーバルトーンさんは9月22日今週の金曜日にですね、この乗っかっているペダルの後継機っていうんですかね、こちらがいよいよ発売となるということで、各お店のまあツイッターとか X とか見ると予約、絶賛予約受付中ということでございます。ということでね、歪み3台、そして空間系も2台、そしてズームのマルチまで乗ったスイッチャーボードということで、配置もね、配線もとっても綺麗なお手本のようなボードを真似したくなるようなボードでございました。伊藤お菓子さん、数年ぶりの投稿本当にありがとうございます。エフェボ覚えてて言ってくださってありがとうございました。